アメニスティさんが司会をやってくれたんですが、今日は皆さんのご都合が悪いということで、急遽死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム経営の高田が進行役をさせていただきます。今日は2人の方の執行があったんですが、都議選の後、そして今度 の内閣改造の前に必ず執行あるだろうというふうに過去の経験からも思っていましたし、そのつもりで準備をしようということで覚悟はしていたのですが、今日第一報が入ったのが9時38分に東京新聞さんが急遽法務大臣が会見することになったので執行じゃないだろうかという電話が入りまして、通常もうちょっと早く前日とかもうちょっと朝早い時間帯に情報が入ってくるのでまさかと思ったんですが、やはり2人の執行確定らしいということで、その後はもう多分ここにいらしている皆さんからの問い合わせなどもあったんだと思いますが、住田さんはご自分で取り下げていらっしゃったこともありますので、今回は執行の中の大変危険な方の一人として私たちも認識していました。とはいえ何も手が打てなくて執行されてしまったんですが、もう一方の市川さんに関しては再審請求か御社をご自分でやられてるんじゃないかという予測があったものですから全く無警戒でした。そんな中でこの2人が執行されたということで、今日はそれぞれの立場の方から今回の分析なりこの間のことをご報告いただければと思います。まず最初、CPR 監獄人権センターの海戸先生から、代表の海戸雄一先生からお話しいただければ、はい、よろしくお願いします。お手元に声明文を用意いたしましたけれども、我々の意見はここに書いた通りですが、お二人それぞれの事情があるわけですけれども、住田さんの場合はその裁判員裁判で死刑判決があった後に控訴していたんですが、その控訴を取り下げたという経緯のようです。これで、皆さんご存知かもしれませんが、死刑の裁判については必ず、控訴審、上告審をやってですね、本人の意思にかかわらず、3度の裁判をやるというのが、国際的なスタンダードになってきている。これ義務的上訴制度というふうに言うんですけれども、でこういう制度を採用しなさいということは、この間の自由権規約委員会とか拷問禁止委員会などから日本政府に何度も勧告されているんですけれども、その制度が日本では採用されていない。で、本人の意思だけにかからせているために、本人が取り下げるつもりになって取り下げ書を出してしまうと、これでもう判決が確定してしまうと。で、その2度目3度目の司法判断という機会がなくなってしまうということで、これは死刑制度そのものの、その説明責任という面でも非常に大きな問題があるんですけれども、本人が取り下げてしまっているということを、そういう人が選ばれてですね、死刑執行になるという傾向がはっきり最近伺えるんですけれども、非常に残念な点ではないかと思います。今日の声明の中に国連の自由権規約の2008年の所見、拷問禁止委員会の2007年と2013年の所見などのこの義務的上訴について触れた部分を引用しておきましたので、ぜひこのあたりをこういうものに沿った制度になっていれば、もしかしたら見直されたかもしれないと。2013年以来3件の裁判員裁判による死刑判決が東京高裁によって破棄されていると。ですから高裁判決であれば量刑などで変わった可能性は十分あるということなんですね。にもかかわらずそういう再審査がされてない事例であるという点が重要と思います。もう一つ、もう一つ のケースである西川さんの事件については、この事件の審理で強盗殺人を否認し、強盗殺人未遂については殺意を否認していたということで、こういう事件について、報道等によればとなってますが、先ほど確認しましたら、今日の記者会見の中で、記者の方が直接法務省に尋ねて再審請求中だったということをはっきり認めているケースのようですので、これは死刑、事件について再審請求中にその死刑が執行されたケースであるというふうに、見なさざるを得ないと思います。でこういうケースは、非常に珍しくてですね、
近似の例でいきますと、1999年の12月、もう今から18年も前になりますかね、の小野輝夫さんに対する執行依頼ということで、このケースの場合もですね、ちゃんとその試験再審請求中であるという事実を法務省も知らなかったんじゃないかという疑惑もある事件なんですよね。うまくその情報が届いていなくて間違ってやったのではないかというふうにも思われているんですが、今回の場合は確かに法務省は法律論としては再審請求中であっても同じ理由で再審請求を繰り返しているような場合には執行を正当化できるんだという説明をしているんですけれども、これこういう考え方に従ってはっきりそういうことを認識しつつ執行したとしたら、本当に有しい問題ではないかと思います。死刑事件について再審が現に認められた事件が、いくつかあるわけですけれども、それらの事件というのはですね、何度も何度も同じ理由で再審請求していたケースが含まれているわけですね。ここにも書いておきましたが、免田さんが第6次再審まで、ほとんど同じ主張を繰り返してそれが最終的に認められたと。死刑事件ではありませんけれども徳島ラジオショー殺し事件なんていうのもこれも本当に全く同じ理由で再審請求をずっと繰り返していてですね、最後認められたというようなケースです。本当に無実の人であれば同じ理由で再審請求が続くことは、避けられないわけであって、同じ理由で再審請求を繰り返しているような場合には執行正当化するというのは、無実の人を処刑してしまいかねない、本当に無実の人であっても処刑してもいいのだというふうに言ってるに等しい、非常に恐ろしい見解であるというふうに思います。我々としてはその確定判決に対する再審請求がされているという場合には死刑執行すべきでないというふうにずっと考えてきましたし、そのことを法律制度の中にきちんと書き込むべきであるということが、繰り返しこれも国連の機関自由権規約や拷問禁止委員会などからも指摘されていたということで、再審請求中には死刑執行しないということをですね、はっきり法律の中に書き込んでいく、そういう活動が必要なのではないかなというふうに思います。今回のこの2つの2人の方に対する処刑というのはそういう意味では大きな日本の死刑制度の欠陥も露呈している、義務的上訴制度の欠如、そして、再審請求がその死刑執行を禁止するということが法律にちゃんと明文化されていないこと、そういった問題点を浮き彫りにしているというふうに言えるのではないかと思います。簡単ですけれども看護実験センターからの意見は以上です。はい、どうもありがとうございました。ご紹介もお礼しましたが、ご存知だと思いますけども、海渡先生代表、不審判の代表であると同時に弁護士さんにもいらっしゃいます、ね、はい。次に死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90の深田さんの方から、今回の執行の少し伝えたいと思います。よろしくお願いします。フォーラムの深田です。海渡先生が今おっしゃったこととちょっと重複するんですけれども、今回の死刑執行っていうのは決定的に大きなところに踏み込んだっていうか、法務省が新しいところに踏み込んだっていうふうに思います。というのは再審請求中の死刑執行というのは確かに99年に一度あるんですけれども、この時は確か四国の弁護士さんが再審請求書を発送して、でその前に着く前に死刑が執行されてしまった、つまり法務大臣が署名押印してから5日以内に死刑の執行っていうのがあることになっているもんですから、その時間の差っていうのがあったもので、一応そこで法務省側としては言い繕うことができる、再審請求中ではなかったっていうふうに言い繕うことができる死刑の執行だったわけです。で今回は明らかに再審請求中っていうのが分かりながら死刑の執行に踏み込んでいった。でそれも共謀罪でもって明らかに法律について何の知識もない、何にも分かっていない法務大臣がそういう形で踏み込ませるっていうことになったわけですよね。でこれなんかすごく法務省の大きな意図があるような気がしてなりません。で例えば死刑執行される人たちが判決が確定してから執行されるまでの間がすごく不公平だ、
つまり4、5年で執行される人もいれば30何年かかって執行される人もいるっていうような議論が時々見受けられるんですけども、これもとんでもない間違いであって、要するに死刑そのものがすごく不平等な形で行われている、判決が出ているということだと思うんですよ。そういう不平等なものの上に乗っかった上に執行自体を平等化してどうするんだっていう話があるわけですよね。で、なんていうか例えば今日執行された広島で執行された彼なんかにとったら被害者、死者は一人なわけですよね。そういう一人の死者であってで執行される人もいれば 5、6 人殺して執行される人もある、あるいは無実を主張しながら執行される人もいれば同じ人数の被害者がいたって裁判官によって違う場合もある。でもっと言えば最近は裁判員制度によってその裁判の雰囲気でもって死刑判決が出てしまう人もいる。こういうふうにもうめちゃくちゃの死刑の状況になっている時に再審あるいは恩赦っていうものが機能しなくて一体どうするのか。で再審をきちんと自分の、自分の独自の独力でもって出した人が執行されてしまうっていうのはちょっと、ひどすぎるっていうふうに思っています。でもう一人住田さんの場合は一審で死刑判決が出て自分で取り下げて確定してしまった、これであらゆる形で外に対して、なんていうかな何の発信もあるいは人からの連絡も受けない形で、閉じこもって自分で死を選ぶ形で執行されてしまったって、こういうことがあっていいでしょうか。大体事件を起こした人たちが事件を起こした自分の事件というものを捉え返してどんだけ自分が例えばひどいことをしたならひどいことをしたのか、あるいは冤罪だったら冤罪っていうものを明らかにしていくっていう努力をしなきゃいけない、そういう時間が必要なのに全部外部と閉ざされた形で執行されてしまう。でフォーラム90では2008年2011年2015年とアンケート、確定死刑囚のアンケートをやってるんですけども、西川さんはずっとそれに返事をくれていて、DNA 鑑定をやってほしいにもかかわらず自分の事件の DNA のものが、廃棄されてしまって結局鑑定されないままになっている、自分は一部無実だということをずっと主張しているわけです。でもう一人の住田さんの方は普通の手紙を福島みずほ事務所から送った場合、こういう形で受取人拒否、受取拒否のため返送するっていう形で拘置所当局から戻ってきてるっていう、そういうふうに、僕たちが全く連絡を取れないままに死刑が確定し、おいで執行されて殺されてしまったっていう。で今回のこの事態っていうのはそれこそ再審請求中の執行っていうことと、それからもう一つは会長先生がおっしゃったみたいな必要的上訴っていうものをきちっと認めていかないから、そういう時間のない自分が反省も何もしないままに執行されてしまう、ただ単に、命を奪ってしまう、法律的に悪いこと間違ったことはしていないんだからって言い繕って法務大臣が命を奪ってしまうという非常にひどい悲劇的な死刑執行だったというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。最後にですね、死刑をやめよう宗教者ネットワークという宗教者の方々が集まって一つの死刑始めを作ってくださっているんですが、この、山川さんにお話を伺いたい、山川智樹さんですね、お話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。死刑を止めよう宗教者ネットワークの柳川と申します。本日ですね、2人の方の死刑が執行されたという情報が入ってきたときに、正直かなり驚いたんですね。もちろん冒頭で司会の高田さんがおっしゃってくださったように、この時期非常に危険だということは重々承知していたんですが、まさかというのが正直な思いです。というのはですね、未だに
被害の実態すらつかめていない、あるいはまだまだ多くの方が苦しんでいて、犠牲者もひょっとしたらまだ増えるかもしれない、あの九州で起きた豪雨災害ですよね。あの災害によって日本の多くの人が人の死、まあ、もちろん災害による死かもしれませんが、その死にとてもまあ思いを馳せているところですよね。まあ、共に傷んでいる時期と言ってもいいかもしれません。そういった時期、普通だったらですね、人を殺さないですよね、国家は。全く逆のことをやっているわけです。まあ、私たち、まあ、宗教者の考えでは、もちろん宗教っていうのは人の救いのためにあるわけですし、国家というものもですね、人の命を助けるために国家っていうものは第一義的に存在しているんだと思っております。なので国家がやるべきことは人の命を救うこと、まあ、助けることであって、国家が人を殺すというのはまさに真逆の行為ですよね。特によりにもよってこんな形で多くの方が被災地で、あるいは大切な方を、まあ、災害によって失っている、悲しみに暮れている中、新たな殺人を国家が増やすっていうことに、私は正直多くの大きな驚きとですね、まあ、深い悲しみと憤りを覚えざるを得ませんでした。まあ、具体的にですね、一つ一つお二人のことに関して少しだけ話をしますと、やはり大きな問題を抱えた執行だというのは、先ほどお二人から話があった通りです。住田さんは、まあ、裁判員裁判による死刑判決ですね、資料によれば裁判員裁判が始まって2009年に始まってから16番目の死刑判決だったと言われていますし、まあ、殺人の数、まあ、被害者の数が1名であったのにもかかわらず、死刑判決が起きて出たのは3件目、まあ、そしてまあさらに初犯、犯人が初犯でかつ被害者が1名だという時に死刑判決が出たというのは、まあいわば史上初だったというふうに言われています。しかも彼はある意味で、まあ、どういう動機だったかというのはもちろん本人ではないので疑い知れませんが、ある意味で死刑へと自ら突き進んでいったような形ですね。まあ、死んで償おうと思ったのか、あるいはあまりに、社会から、あるいは遺族の方からの攻撃というかですね、まあ、プレッシャーに耐えかねて死んで償おうと思ったのか分かりませんが、いずれにせよ、まあ、上告を取り下げ、自らの手で取り下げて、結果的に非常に死期を早めたわけですね。そうした多くの問題、もちろん、この問題に関してこれはあくまで邪推かもしれませんが、時期というのも非常に関係していると私は思っています。というのは、まあ、今日はですね、いわゆる110年間大幅なところで改定されていなかった刑法がですね、まあ、改定されて施行された日ですよね。まあ、特に話題になったのは性犯罪による、まあ、処罰が厳罰化したということで大きな話題になりました。まさにその性犯罪が、まあ、性犯罪の処罰が厳罰化したその当日、まあ、言葉は悪いですが、性犯罪、まあ、もちろん命を奪って、その後命を奪ってますが、性犯罪を犯した犯人を死刑囚を処刑するっていうのは、何かそこに政治的意図があるんではないかと思わざるを得ません。そして、まあ本当におとといですか、まあ会期中、国会会期中にですね、あまりにもその法務大臣としての資質が疑われるような形で、まあ、不誠実といいますか、不正確な答弁に終始した、まあ、金田法務大臣だったわけですが、まあ、結果的にはあのような形で先月、共謀罪の、まあ、いわば趣旨を盛り込んだ、組織 犯罪処罰法が成立しましたよね。その施行も数日前です。やはりこの時期というのは、非常に大きな、もちろんこれは、証明することはできませんが、非常に大きな政治的な意図、あるいは恣意的な死刑執行が含まれていたのではと思わざるを得ないと思います。まあ、特にその、まあ、いわゆる共謀罪法を成立するためにですね、ひたすら政府が繰り返していた、まあ国際的な組織犯罪防止条約、まあ、TOC 条約に加盟するためにこのテロ等準備罪が必要なんだという答弁を繰り返していましたが、実際にですね、その TOC 条約の第16条にあるように、まあ、犯人の身柄を国家間で引き渡したりするわけですね。けれども、世界のほとんどの、まあ、ほとんどというと大げさですが、多くの国は事実上死刑を廃止している国が多くあります。
そうした国から、このたとえ日本が条約に加盟した、しましたけれども、日本に犯罪者、特に死刑事件に相当するような、まあ、凶悪な犯罪を犯した犯人を日本政府に死刑になるかもしれない、死刑制度を持っている日本政府に引き渡してくれるかというと、非常に疑問なわけですよね。なので、TOC 条約に加盟するがゆえにですね、いわゆる共謀罪法を成立を急ぐというのは全くお門違いで、むしろ死刑廃止国際条約、もっと前に多くの国が批准している、その死刑廃止国際条約に批准することこそが、むしろ先決ではなかったかなと私は思っています。まあ、本当に考えれば考えるほど、大きな大きな疑問といいますか、矛盾というものをこの国の政府が抱えているということを考えざるを得ません。もちろん政府の主張ではですね、残虐な事件だった、身勝手な犯行だった、被害者遺族、被害者家族、被害者とか被害者遺族の無念を思うと、というようなまさに正義の建前はいろいろと並べられますけれども、どうにも私はその言葉を素直に受け取ることができないわけですね。むしろ、まあ、私たち宗教者としては、そうした一見、まあ、正義と思われるような心に含まれている人間の、まあ、罪深さというと、まあ、ちょっと大げさかもしれませんが、というものを私たちはよく見る必要があると思っています。そしてそこから抜け出す方法は、いわゆる力、武力、あるいは抑止力、威嚇という力ではなくて、もっと別の方法、まあ、神の慈しみというか仏の慈悲というか分かりませんが、そうした形によって罪を克服し、加害者が改心し、被害者あるいは遺族が真に慰めや救済を得られる、そういったことを求めたいと思っております。まあ、その意味で今回この時期に、よりにもよってこの時期に死刑執行された、しかも大変問題のあるお二人、問題があるというのはその手続きにですよ、問題があるお二人に対する執行がされたというのは、本当に深い憤りを覚えざるを得ません。以上です。はい、ありがとうございました。私も実はさっきまでフォーラム90の抗議声明を書いてました。なんで共謀罪は国際条約に達していないといったあれだけ言ったのに、死刑に関してはこれだけ勧告を受けているのに、なんで批准しないんだろうと書いたんですけど、まあ、削ったところだったので、ありがとうございました。じゃあ、記者の方から何かご質問とありましたらばお受けしますが。東京新聞の山田です。じゃあ皆さんに聞きたいんですけども、今回お話出てますように、再審請求中の方が執行されたということで、今回、この執行がですね、まあ、今後に与える影響ですとか、まあ、本庄国のその狙いといいますか、この思惑といいますか、そこら辺どのように受け取られてますかね。まだよくわからないというのが正確なところだと思いますが、まあ、こういった部分ではやっぱり、弁護士会などがですね、きちんと法務省の刑事局にどういう考えでやったことなのかということをですね、きちんと聞き出して、どういう基準、再審請求中でも全然関係なくやるっていう方針になったということは考えられないわけですから、まあ、その どういう基準でですね、その執行対象者を選んでいるのか、その場合に再審請求の要素というのはどういうふうに考えているのかですね、まあ、きちんと問いただす必要があると思います。いずれにしても我々としては、再審請求中で、その刑が確定していることについて、まあ、疑問が呈せられているような状態では執行するべきでないというふうに考えてきましたし、まあ、同じような形で、国連の条約機関などからは勧告が出ていたのに、それに対してあえてそれに反することが行われたということで、大きな問題だと思います。で、まあ、近々でいうと、自由権規約のですね、審査が1年2年後ぐらいですかね、に行われることになると思うので、そこでもこの執行中の再審請求中の執行という問題についてですね、条約機関の見解を尋ねてみるようなことにもなるんじゃないかと思います。ちょっと言葉が慎重になってしまいますけども、どういう考え方に基づいてですね、やられたのか、まあ、記者の皆さんが質問してくださったようですけれども、まあ、基本的な
見解がそのどういうふうに変わったのか、今までと変わりがないのか、そういったあたりもきちんと確認する必要があると思います。いずれにしても一歩踏み込んできたというふうに、先ほどフォーラム90の方からも言われましたが、そのことは間違いないんですけれども、その正確な法務省の見解を確認する必要があると思います。今回の金田さん、自分で再審請求をずっとやってらっしゃってるんですよね。で、弁護士さんには、西川さんはやってるわけで、弁護士に相談しながらはやってるんだけれども、自分でやってるっていうところが一番その狙われやすいところで、お金のない人たちっていう死刑囚っていうのは結局自分で再審を繰り返すしかないところがあって、弁護士さんがついてるとちゃんと鑑定書つけたり、なんかきちっとそれなりの証拠を作って裁判をやるんですけども、それができていない、結局弱い部分からやられていくって話ですよね。で、昔誰かの法務大臣が同じ理由で再審を繰り返す者に対して死刑執行しないわけではないっていう答弁をしたことがあるので、それをそこのところに踏み込んできたんじゃないかっていう気がすごくしています。で、そこから今度は長い未来では弁護士がついていようがどうしようがやりかねないみたいな時代が来るのは恐ろしいですよね。っていうか、そういう時代に来させないようになんとか食い止めなきゃいけないというふうに思います。今回逆に質問ですけども、法務省の方はここに踏み切ったことに関しては何も答えではない。答えではないですね。質問に対しても答えではない。私の記憶では小野さんがその前回執行されたときに、法務省がその時の薄井法務大臣に言わせていたと思うんですけど、と同じ理由で何度も執行する人はもう理由がないんだから執行していいんだということを確かあの時の薄井さんに言わせていたと思うんですが、今回まだそれが出てきてないということは、金田さんが何も言えなかったのか、準備ができなかったのか。もう一つちょっとすみません、司会が受けることはないんですが、2015年の4月7日に福島みずほ事務所から法務省の方に、現時点で再審請求しているのはどのくらいいいのかというのを聞いてもらった時があったんですが、その当時の確定死刑囚が130人なんですね。で、その時に再審請求している人は94人というふうに回答が来ているんですよ。で、つまりかなり多くの人たちが再審とか恩赦などをしているのではないかと、現時点においても同じぐらいの割合の方々がしているんじゃないかと。そうなってきた時にどこかの時点で再審請求やっている方に踏み込むだろうということは予想してたんですけども、91人が再審請求中で、今それも時間の問題だったのかなという気もしています。これからはもう再審では法は止められないという時期に来てしまった。あんまりそういうこと言わないです。ちょっとそう、そう、そういう発言がそのままニュースに載るのは大変良くないので、撤回してください。それは撤回します。これが普通にならないように、とにかく私たちはそういうふうに話してください。最終的には少なくとも諦めずにやっていく方向でこれからもやっていくべきだと思います。再審についてですね、非常に慎重に言わなければいけないんですが、もちろん再審がですね、認められて再開するというのは非常に狭き門だというのは皆さんご存知の通りだと思います。ただ、これは私の考えであり賛同してくださる多くの弁護士の方もいるんですが、やはり再審請求権者は誰かという、そういった大きな議論があると思うんです。今の法律上はですね、再審をできる人というのは、本人だったりその直属の、子孫といいますかですね、本当に親族に限られているわけですけれども、確かに再審つまり冤罪ですね、誤った裁判を受けて誤った判決を受けてしまったというのは、もちろん誰が一番被害に遭ったかって言ったら本人なわけですよね。罰を受けてしまった、誤った罰を受けてしまった本人ですが、この冤罪だとか誤判の問題は社会全体の大きな問題ですよね。まさに正義、法務省というのは英語ではジャスティスなわけですから、正義を追求するのであれば、こういった社会的正義をですね、個人の問題にとどめておくのはどういうことなのかというふうに私は思っています。
もちろん一番傷ついた本人に再審請求をする権利があるというのはもちろんなんですが、そうではない人ももっと積極的にですね、再審を申し立てることができる、そして社会的にその判決あるいは裁判判決が正しいものであったのだろうか、その手続きに問題はなかったのだろうかというのをまさにオープンな視点から、多くの社会的な目が注がれるようにしていく、もちろんそのためには法改正が必要ですが、その方がいいと思うんですね。まあ、非常に個人的な話ですが、私が携わっている福岡事件、まあ、本当に70年前の事件ですが、まあ、司法再審を頑張っていますが、今やはり再審請求権者がいないということで大きな壁にぶち当たっていますし、まあ、3年前に釈放された袴田さん、まあ、彼はまだ確定中ですし、彼もですねまだ本人ご存命だし再審できますし、お姉さんも、まあ、まだお元気ですが、もしもちろん彼らが生きているうちに無罪判決をとは私は思っていますが、もしお二人の身に何かあった場合、これは不幸だった人で済むのではなくて、やはり社会全体の問題ですね。社会全体がその誤りを正すこと、それが私は正義、本当の意味での正義だと思っています。以上です。他に何かありましたら、大臣宛にもうすぐ全部アクションを重ねているのかというのが一点と、あと小泉さんの方でですね、アンケートをされていたという話が出ましたけれども、菊川さんからのお返事の中で、まあ、一部無実だという訴えのほかに、例えば死刑に対しての思いとかというのがあったのかというのを伺われています。法務大臣に届けるという話は CPR さんはどういう形で、郵便で投函したという状態だと思います。同じ内容ですね。去年、おととしのアンケートでは、昔の事件で死刑無期と受けた多くの人たちも冤罪の可能性があるって、あると言っております。死刑囚ですでに執行された方もおり、弁護士が遺族と相談して再審請求をすると言っておりました。本人はすでに執行されて残念ですが、無実が晴れれば本当に嬉しいことです。私も少しですが希望が出てきましたので、今まで以上に頑張っていきたいと思います、というようなことを西川さんは大阪拘置所の中で知り合った人たち、死刑囚たちのことを含めて書いてきています。執行抗議集会をおそらく毎回やってるので、やって、ほんで法務大臣の部屋に持っていくっていう形をいつも取ってます。でこれはこれで送るか、はい、はい、あ、まだです。ちょっと、ね、はい、思い出したことなんでいいですか。もちろん、実はですね、1999年の小野さんのこの、執行がされた後にですね、これは日弁連 その刑事関係の委員会のメンバー でその刑事局長に会ったと思います。当時の刑事局長は古田雄貴さんです。今最高裁 の裁判官をやられてもう退官されてますけれども、当時何という説明だったか覚えてませんけれども、再審請求中であれば非常に慎重に検討はしているんだと。でこの件の場合ちゃんと検討したのかということについては答えなかったと思うんですよね。その小野さんのケースについては個別案件だから答えないっていうふうに言ったと思うんで、だから再審請求中でも死刑執行する方針なんだというような答え方はその時には僕はしなかったと思います。だから今回は、刑事局長林誠さんなんだけど、やっぱり どういうその抽象的な方針のもとでこれを具体的に当てはめてこういうことになったのかですね、引き出してみる必要がある。さっき田口さんは再審請求中でもやることになったというようなねそういうそんな無茶苦茶なことになってたら大変なことになるんですけれども、そういうことは僕はありえないはずだと思うので、そういうことをすれば本当に、実際に
死刑囚で冤罪でその完全無罪の可能性のある人も死刑執行されちゃいますよね、うん、でそういうことにならないようにどういうその観点から考え方をその見つめてこういうことをしたのかですね、聞き出してみる必要があるなというふうに思います。いずれにしても僕その話しているうちに思い出したんですが、99年のこの時に、古田さんに会ってずっとそのなんか問い詰めた記憶があります。僕だけじゃなくてもっとずっと日弁連の偉い人もいっぱいいたんです。でそれでそれまで死刑囚の再審請求中に死刑執行した例はその時点でもう一件だけあると。それは例の、ハンセン病の菊池事件、菊池事件の時にやったと。で それ以来なかったはずだっていうふうに竹澤哲夫先生がなんかすごい必死の形相で迫っていたのを思い出しました。だからそれくらいこれは重い問題なんだっていうことを分かっていただきたいと思います。今日金田大臣がその会見で言ってたのはですね、はい、一般論として執行にあたっては、再審の自由、再審の理由の有無を検討した上で、ないと判断すれば執行すると。だから再審請求しているから執行しないという考えには立っていないと、再審請求自由があるかないかで判断するのであって、うん、請求しているかどうかで再審請求自由があるかないか判断するのは裁判所ですよね。随分なんか思い上がってますね、そういうふうに言ったんですか。そうですね、だから再審請求中に命令しないなら確定者が申請を繰り返す限り永久に執行できないことになってしまうので、刑事裁判の実現ができないからって言ったんですか。それは踏み込んでますね、明らかにね。要するに裁判所が判断する前に、検察庁自身が再審請求理由があるかないかを判断して、裁判所が判断するまでもなく自分たちが理由がないと考えたら執行するって宣言したことになりますよね。それは僕は再審請求理由を判断できるのは裁判所であるはずなのに。でそしてあらゆる再審請求、今までもですね、死刑の再審だって最後までその理由がないって争ったじゃないですか、彼らは。即時抗告だとかして争って最後無罪になってるわけでしょ。そうだとすると その考え方からすると冤罪死刑囚をその執行してしまう危険性があると思いますから、それは非常に問題があると思います。もう一点ですけど、そもそもなんですけど、その再審請求っていうそのことをすることの意義っていうのは、かなり大きいわけですよね。その冤罪、否認してた冤罪の可能性がある場合であれば、やっぱり再審を請求するべきだと。で、その中で、少しでも新しい証拠があるんであれば、もちろん考え直すべきだっていうものであって、レコム症がそれを乱発されることに非常に嫌がってるのかなという気がするんですけども、請求すること自体のやっぱり意味は大きいということなんですよね。現実に請求されている事件の記録を全部見てるわけじゃないんで、今の質問には答えようがないよね、一人一人のその、死刑確定者なり弁護人は、その非常に、やむにやまれの思いで死刑の再審をしているんだと思いますよ。で、もちろん完全無罪を争って死刑の再審をしているケースもあるし、そうではなくてその部分的に一部の事件についてその無罪だって争っている事件もあるでしょうし、罪名が違うんだって争い方をしているケースもあると思いますけれども、とにかく死刑の結論が変わるはずだということでやってるんだと思うんですよね。ちょっと抽象的な答え方しかできませんけど、何かありますでしょうか。じゃあ、よろしいでしょうか。お忙しい状況ありがとうございました。やっぱちょっと大問題だね、でもね。いや、この2件はちょっと。大丈夫ですね。ね。
短いじゃないの。